こんにちは。ティナ&ティムアメリカ暮らしです。本日はお買い物はパート4、ロサンゼルスの今という話です。ロサンゼルスのですね、コロナ禍の中でお買い物についてね、何回もお伝えしたと思うんですが、今日もね、お伝えしたいと思います。今週はですね、メモリアルデーの週末なんですね。アメリカ合衆国の、連邦政府が決めた、祝日で、5月の最終月曜日というふうに決まっているようです。これがですね、メモリアルデーは、これ読みづらいな、戦没将兵記念日、ですね、これでね、お休みということで、私ね、最初このメモリアルデーは、第二次世界大戦の追悼なんて思ってたんですが、違うんですね、これね、南北戦争の時に、戦死した、北軍の、兵士、それを追悼する休日だったということは分かりました。そんなね、特にまず最初言ったのは、ガソリンをね、補給します。ちなみにちょっとディーゼルのもんですからね、今回はね、満タンで22ガロン入るんですが16ガロン入れました。これコスコで入れたんですが、コストコですね、コストコはね、もう次の日休日になるとね、完全に休んでしまいますのでね、今日はね、1日前慌ててきたような感じです。そしてね、次に来たのは、これね、トレーダージョーズという、オーガニックのね、ストアです。こちらはね、別に休日といっても別に休みになるわけではないんですが、このコストコのすぐそばなので、ちょっとね、足りないものをね、買いに来ました。で、ここのモールはですね、結構ね、日本の方もよく利用されるモールだと思うんですね。で、日本のお店も結構あったんですかね、もう最近は結構少なくなっちゃいましたね。そんなね、モールの中には、アメリカ系のスーパー、例えばホールフーズとかですね、あとバス美容ですかね、そういったね、ところがありまして、フィットネスセンターだったかな、そして、今行くこのトレーダージョーズというね、お店です。ここね、なかなか毎週来るわけではないんですよね。ちょっとここでしか買えないものっていうのがあるので、たまに月1回ぐらいなのかな、そのぐらいね、こちらで買い物をします。ただね、この、モールはね、駐車場のスペースはあるんですけどね、1台ずつの駐車場のスペースが狭いもんですからね、結構ね、車駐車するのに気使うような、ちょっとね、ギチギチなんで、コストコぐらいのゆったりしたね、区画を作ってくれるとありがたいなとは思うんですが、それはそれぞれ事情はあるかと思います。そしてね、今こちらで買い物を済ましまして、次はね、またここからちょっと離れた、東京セントラルという、日本のね、スーパーマーケットに、行くことにします。で、ここはね、PCH、 前にもご紹介したパシフィック、コーストハイウェイっていうね、西海岸をね、上から下までだっとこう通っている非常に長い道なんですが、ロサンゼルスはね、ここの場所は沿岸ではなく、ちょっとね、内陸の方を走っています。ご覧の通り、日曜日の朝は結構空いてますね。ここの道はね、もういつ来てもすごい大渋滞なんですよね。コロナ禍で少し車減ったといえね、やっぱりね、
渋滞するような道でした。そしてね、今ご覧になっているところは、デラウムショッピングセンターの近くにあります東京セントラル、こちらにもね、ちょっと足りないものがあったんでね、買いに来たという形ですね。でここのモールはね、これ今シティバンク見えたんですよね。私こちら来たばっかしの時、最初にオープンしたのがシティバンクでした。でこれで、オープンしたんですけど、結局最終的にはね、銀行はねここクローズしてね、ユニオンバンクっていう三菱系のね、バンクにしています。なんでもうそれ以来ここに銀行にはここには来てないんですけどね。さてこれで到着ということでね、東京セントラルの方にちょっと歩いて行っています。まあここもね毎週ではないんですが、まあちょっとねチラシを見て、あ安いものがあるななんていうとこちらに来るような感じですね。まあ、大体ね、これ、親会社ドン・キホーテなんで、お酒関係が結構安いんですよね。なもんでね、日本のビールとかはここで買います。で、今日買いに来たのはね、これ、入浴剤ですね。バスクリーンじゃないんだろうけど、そんなのがね、ここで売ってるんでね、やっぱりね、日本じゃお風呂を使って入浴剤入れて入りたいのでね、今日はね、そんなのを買いに来ました。さてね、次に行ったのがこのディックススポーティンググッズというお店、これデルアモーションファッションセンターの中にあるんですけれども、これがね今デルアモファッションセンターは11時オープンなんですね。でね、こちらはね10時オープンだったみたいで、ちょっとねデルアモファッションセンター入るのに時間があったもんですから、何を買うというわけではないんですが、このねディックススポーティンググッズというのに入ってみました。まあ、ちょっと時間潰しということなんですが、でね目に入ったのはやっぱりね大谷くんのユニフォームですよね。こちらにはねいろんなチームのね、こういった医療関係が置いてあるんですよ。なもんでねちょっとこれをね見ていました。でもね、やっぱり結構高いですね。まあこれ着てね、大谷くんの登板するときに応援行ったらいいなと思いますね。さてやってね、11時になってデルアムファッションセンターがオープンしました。そしてね、今ね、フードコートのとこを歩いてるんですが、まだね、やっぱりね、日曜日の、オープンしたてということなんでね、人はそれほどはいませんでした。でもねこれね時間経つにつれてやっぱりどん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 人が多くなりましたね。だから多分ねそうですね、午後は結構人が来るんじゃないかなというふうに思います。それでね、COVID-19 なんですけれども、集団免疫を 50% 獲得するっていうのを、目標にアメリカ政府はしていたんじゃないかなと思うんですよね。で集団免疫が 50% を超えるともうコロナウイルスも生きていくのに辛くなっていくという話だそうです。私ね医療関係者じゃないんで詳しいことは分かんないですけどね、一応そういう話になりますよね。なんでねもうアメリカの方はとにかくワクチンを打ちなさいということで、もういろいろ人参をぶら下げてワクチンを打たせようという、そんなね政策をしてるんじゃないかなと私は理解してます。でもしこれ集団免疫をねワクチンなしでやろうとすると結局人口の半分をその集団免疫取ろうとすると平均でその致死率が 2% ってことになっちゃうんですよね。だからねとんでもない方がお亡くなりになっちゃうと、そういう意味から言うとやっぱり65歳以上の高齢者はどんどんワクチンを受けた方がいいんだろうなって私は思います。
今アメリカね 50% にも近づいて1回目の人だけでも 50% 超えましたのでね、かなりねこうやって、元の状況を取り戻そうというふうになってるんじゃないかなと思うんですよ。で、まあ、ちょっと日本を見ているとね一生懸命死者数をなくすためにかなり、そういうアプローチで抑え込んできたんじゃないかなと思うんですよ。なんだけどじゃあ集団免疫を 50% いくまでどうするのかなっていう、まあ、そうするとねワクチン打ちたくない人っていうのが出てきちゃうとワクチン打った人と、まあ、今までかかってしまった人のが 50% 以上超えないといつまでたっても亡くなる人は亡くならないってことになっちゃうのかなっていうふうにちょっと思います。まあね、国ごとにいろいろアプローチは違うとは思うんですけれども今ね集団免疫 50% 早く獲得しないとどんどん変異株も出てしまうのかなと、こうなるとね収束ってもう大変ですよね。いつまでたっても治んないっていうね、まあ、ことになってしまうような気がします。まあ、アメリカのやり方がいいのかどうか私には全く判断はつかないですけれども、でもね、現状結果的にはもうこの6月過ぎて6月15日ぐらいからほとんど元に戻すということを言っていますので、もう外でマスクもしなくていいというふうに言ってますからね、やっぱりね集団免疫 50% というのはね一つのね目標なんじゃないかなというふうに思いました。まあ、そんなね、アメリカの状況でした。ではまた、ティナ&ティム、アメリカ暮らしでした。